うちが、定期借家っていう形態の家は、家なんですよ。何かっていうと、<お>その、お家賃とか初期費用を据え置きにするんだけども、その、例えば2年とか、4年とか、うん、その、決められた期間しか契約できない。賃貸、物件的に。うん、は,いはいはい。っていうのを借りていて、で、それが、もう、この、 夏、秋かな秋ぐらいには出なきゃいけない。あ、なるほど。うん、その期限が来ちゃう。そう。なんで、まあ、ぽちぽち、あの、引っ越し先を探しているんですけども、その、まあ、前までは、まあ、妻と二人で住んでたりとかだったんで、まあ、多少狭かったりとかでも、よかったんですけども、まあ、子供がいてとか、はい で、子供が今度は幼稚園だとか小学校だって話になってくると、やっぱりどうも、どうしてもいろいろ考えなきゃいけないなっていう。うん、で、まあ、広さも、子供部屋どうすんだみたいなね。で、そうすると、その、賃貸の物件で合致するものが、なかなかないんですよね。その、学生向けのワンルームとかっていうのはもう、まあ、山ほどって言,わ言うわけじゃないですけども、まあ、それなりに需要もあるし、うん、で、まあ、出入りもあるから、うん あの、選択肢はあるんですけども、例えば 3LDK とか、うん、ね、子供の部屋とかを考えた間取りとかになってくると、急にこう母数が少ないし、確かに。あとも結構古かったりとか、あとなんかまあ、投資用のマンションみたいな感じなんですかね、その、す、住みやすいかどうかってまた微妙だったりとか。はいはいはい。ちょっと別荘的な感じだったりとか。うん、そうそう、とかね。うん。のがあって、 ちょって、しかも京都が、まあまあなんか、特に中心部はなんか土地の値段というか、物件の値段も上がってて、賃貸でもまあまあ高いんですよね。うん、なんでその、探していって感じんう,うんか、うん。なんでまあ、あとだからこう買うっていうのも、はい。どうなんかなと思ってはい、はい。はいはいはい。僕、あのー、何、ね、何年か前に買いましたけど、正直僕賃貸派だったんですよね。 いや僕もそうなんですよ。うん。うん、そう。だから、なるべくなら賃貸でもいいかなと思ってたんですけども、選択肢がなさすぎて。そうなんですよね。うん、ないですよね。特にこの、なんか、あの、引っ越しの時期とかね。その、なんか、物件が動く時期とかは、もうちょっと出るかもしれないですけど、うんうん、確かに長山さんが探してる時期とかってもしかするとあまり物件の動きがない時期だったりすると、それも選択肢がないかもしれないですね。うん ただまあそう。ただまあ買うにしてもやっぱりそれも値段が上がってて。そうですよね。うん、中心部の本当にいいとこだとなんか、前までは、から1.5倍ぐらい上がってる。はい,はい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 。うん、だから逆に言うとその当時に買ってる人は今売ったら、お釣りが来るというか利益が出るぐらいの。はいはいはい。言ってました。なんか、ね、うちの子供が通ってる保育園の園長が、立ち話し,したんですけど、うん、保育園から、あの、去年今年と何人かその、 天候というか、転園というかしてると。うん、で、理由を聞いたら、まあやっぱその、マンションを、え買って、住んでたんだけど、うん、まあ値上がりしてて、うん、で、売ったら買った時よりも高い値段で売れるから、それで売って、ちょっと郊外に、その、引っ越して暮らすから、まあ円は転園しますっていう人が、何家族かいまして、寂しいもんですって言ってて、うん、そんなことあんのかと思ってですね。えー、でも、 人体にすんのか買うのかは結構永遠のテーマじゃないですか、そうなんですね。だ言いますよね。どっちにもどっちの言い分があるんで。別にどっちが正しいってこともないわけうんうんまあ結局どういう生き方をするかとか、結局ね、やっぱ人体は身軽さというかね、動きやすさみたいのがあるし、買えばカットなりのその、まあ自分たちでね、ある程度、そうですね。そうとかを考えたりとか、住みやすく自分たちでセットアップできるっていうのもあるし、 僕は、あの、買って、ええー、前の家はその賃貸だったんですよね。うんえー、分譲賃貸ってやつですか。うんうん、あの、分譲マンションを、はいえー、買った人が賃貸に出してる形式で、その、同じマンションの他の部屋の人たちはみんな買ってる人たちみたいな。うんうん、で、一部賃貸でいますっていう感じでしたけど、あの、やっぱマンションって基本的にその、マンションの管理組合とか、うん、その理事、理事長、うんぬんみたいな回るじゃないですか。うん、でも 賃貸の人ってそれに入れないことが多いから、はい、あの、あんまりこう、コミュニティ感が出ないですよね。そ,そうですね。うん。で、それが良しか悪いしかは置いといて。まあね、あんまり近いのも嫌だっていう人も、ね、いる。ね、いますし、ね。いる,いる、いる。うん。からね、なかなか難しいですね。どうするんですか結局、そこは選択肢を広く構えて、悩みしてもみたいな,な。ただまあ、相談すると、なんていうんですかね。 ちょっと期間が短すぎんじゃないかな、その買うには。ああ<ー>、うん、私選んでね、うん、そのなんか、ローン、審査だとかなんか、うん。と。っていうのもあるでね。い。ろいろあるですもんね。あの、まあ、どう判断するかは難しいねっていう、微妙なところだねっていう話ですね。なんで、まあ僕としては、もう一回定着の安いところに <laughs>。はい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 。行って、2、三年の、何、二年とか4年のまた縛りを作って、その間に探すと、まあその間は、まあ、安く済む。 住むし、まあ、購入を検討する期間も取れていいかなって思ったりしているのが今。まあ、また変わるかもないですけどね。定借、うん、とか結構その、見つけやすいんですか物件はぽ出ますね。ポツポツ出る、うん、なんか、どういうケースが多いかわかんないんですけども、例えば、あの、例えばクリスさんみたいに買ったんだけど、転勤で家族ごとどっか行かなきゃいけないと。はいはい、で、まあ、売るのも、あれで、 まあ、いずれ帰ってくる予定っていう場合に、その4年後に帰ってくるというのが分かっていれば、4年定着っていうのにしといて、4年後出て行ってもらって、で、自分たちがまた住むとか、いうふうなケースもあるし、今の借りてるところは、ちょうどこのオリンピックとかで価格が高くなるであろうという時に、売るオプションにしたいので、あ,<ー>あの、なるほどね、契約を解除できるようにしてな選択肢を残しときたいっていうふうな話をしてました。うん そこに継続して進めることはないんですか一応脱診はしたんですけども、ノーと。あ、そういうお返事だったので。ああ、そうなんだ。クソっと。まあ、そういう約束ですかね。しょうがないですよ。しょうがないですね。ええー。まあ、クソもないですけどまあまあ、その分安くなってるんで。それはまあ、トレードオフというかね、取引の問題なんで。うん、まあ、それはそうですね。いやんですよ。なんでね。買っちゃってね、その、勢いで買ったはいいですけど、その後3人目の妊娠が発覚して、 <laughs> 家族が一人増えて、男ばっかり三人兄弟になっちゃったんで、正直ね、手狭なんですよ。ああ。じゃあ、逆にほら、今じゃないですか。売るなら今。今でしょって。うん、いや逆にね、その、小学校とか入って、で、あの、少年野球チームとか入ったんで、その、地域の人とのつながりも出てきちゃったんですよね。下手にそれで売ったから、じゃあ、追いするすんだって話も、ね。そうそうそう。なんか、個人的にはその、うん、 なんか、土地の方にも結構、こう、愛着が出てきちゃったというか。だから、割とその地域のお仕事とかも、そんなに、あの、めちゃめちゃ嫌ってわけではなくて、なんか、むしろこう、そういう年齢もね、40過ぎてきて、そういうところに、もうちょっとこう、コミットまでいかなくても、なんか入って、なんかいろんなことができ行事ごと,とかに参加できるのが、ちょっと嬉しいな、面白いなと思ってるんで、まあなんかこう、難しいっすね、家って。<laughs> いや 高いじゃないですか。ね、高い。ね。信じられないぐらい。高いっすよ。で、子供たちがまたほら、卒業っていうか出て行った後とかを考えると、あんまり広くても、そ,ね、そこに奥さんと二人とかなった時のことを考えたら、寂しくないですか、うん、寂しいし、まあ、維持、掃除とかも大変じゃないですか、結局、ね。僕自身が結構リビングだけで行ける人間なんですよ。わかります。わかります。うん、書斎とかなくても行けるタイプなんで。 広すぎてもな。そうね。難しい。難しいね。これはまあまあ、でもちょっと、そのね、まなんか。じゃおっさんトークですね。本当に。この結論が出ない、なんか、うだうだ。熱い飲み屋とか。飲み屋の話です。熱い飲みね。そうですね。まあ、別にこの話全然本当に落ちないんですけども。あの、最近、あの、ちょっと、間が空きましたけど、一時あの、やってたユーチューバー紹介コーナー。最近。 見つけましたね。見つけました。見つけましたね。面白いの。見つけましたよ。長、うん、山さん。ドクターキャピタルですね。ドクターキャピタル。ドクターキャピタル。えー、これ多分ね、日本とかでも、えー、割とテレビとかでも何回か取り上げられていて。え、でもメジャー YouTuber? メジャー YouTuber ですね。あとその、なんで、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、ドクターキャピタルさんはですね、えー、後でその、サイトにリンクを貼っておきますけど、うん、あの、 ドクターは博士、博士ですね。音楽博士なんですよ。なんか見た目、ミュージシャンミュージシャンです。ミュージシャン活動もやってるし、アメリカの大学で音楽の教授もやってるな。なるほど。はい。ちゃんと博士号を持って、持って音楽理論をすごくちゃんと、あの、わかってる方で、その方の YouTube はすげえ面白くて、なんかあの、に、 海外の方なんですよ。見た目すごい、その、アメリカ人なんですけど。超発で。超発で。なんか、フォークミュージシャンみたいな感じでギター持って、突然、関西弁で喋り出すんですよ。毎度、ドクター・キャピタ・リアで。あ、日本人向け、日本語でやってるそう日本語でやってる日本人に向けてやってるの。見た目で、見た目で。この見た目で。で、おー、その、音楽、音楽解説を、日本の J-POP を紹介してやってくれるんですけど、その、 それもでは J-POP なんですよ。あ、日本の、あ、本当だ、星野源。星野源の恋とか、チャットモンチチ,ャットモンチとか、やってるんですよね。で、その、音楽理論の解説もすごい分かりやすくて面白いんですよ。あ、そうか、別に、歌う、え、歌う、歌う、歌う,歌う,歌うのか。歌うし、最初に解説をするんですよね。この歌を取り上げたのはこういうポイントやで、みたいな感じで。あ、なんかその、紅葉進行。 あの、そうそう。例えば、えー、そうですね。あの、ドクターキャピタルの最近だと、キングプリンス、キンプリの、えー、メモリアルっていう曲を解説してるんですけど、うん、これはね、何がすごい ?J-POP とアメリカの最近のポップ、アメリカのポップの違いを解説してくれるんですよ。J-POP と洋楽何が違うみたいな。J-POP のどこがすごいのかみたいな。 ああ、その音楽的にの違いとか良さみたいなのを。そうそうそう。うん、で、J-POP は洋楽よりかもコードの数が多いと。別にコードの数が多いからすごいってわけじゃないんだけど、表現力があると。うん、で例えば、その、えー、最近の、その、お同じ時に、あのー、この曲と同じ時に、えー、ヒットチャート1位だった曲がマルーンファイブの曲があるんですよね。えー あの、ガールズライクユーっていう曲。うん、この曲はなんとコード進行、コードは4つしか使ってないと。同じコード進行をずっと流してメロディー、その歌のメロディーとかだけでちょっとアクセントつけながら最後までやる。うんうん、みたいなのが最近のアメリカのポップだと。うん、あの、ポップソングだと。一方で、その <laughs>、キンプリの曲はなんと、えー、何個使ってるのかというと、えー、どうですね、何個だっけ何個三38個。うん 十倍近くそう。A メロ、B メロ、サビ。全部でコード進行変えてて、その、それによって曲の表情を,をつけて,るて、みたいなことを解説してくれてるんですよね。あじゃあまあ、それは別に言い悪いじゃなくて、<で>まあ、もちろんね、4つも表現はできるってことですけど。そう,そうそう、特徴がこうですと。<お>で、それで、じゃあ今から歌いますって言って、ギター1本で歌うんですけど、<laughs> このギターも超絶上手いんですよ。 まあ確かにこの38八のコードも弾きつつ弾きつつ歌も歌って日本語で。日本語で、うん、多彩。で、さらにすごいのが、この YouTube、あの今、長谷さん見てますけど、ええ、背景がなんかよくわかんないけど、放射線状になんかよくわかんない。はいうん、背景がすごくないですか、うん、謎の背景、うん。謎の背景が動いてる。これがね、もういろんな要素が絡み合って、 すごい面白いんですよね。なんか見つけた時にも夢中で全動画見てしまいましたね。へぇ、えー。はい、あ、け結構あるんですよ。ショック最初は普通に音楽を。あ、そうそう、最初の頃はレッスンみたいな感じで、ある日突然なんかその、急に RC サクセションのトランジスタラジオをや一1年前に歌い出して、歌いしアヒュームのポリニズム、大江、うん、のマリオネット。そうそうそう。そしてコー,ドしでコード進行などやりながら、うん ベイビーメタルの空手とか、ゴールデンボンバーとか、嵐とか。すごいねああの。曲のチョイスもすごい面白くて。い、ね、なんか特定の歌手にだけ寄ってるわけじゃなくて、日本のっていう大きな流れで、くくりで。くくりで。細川隆の北酒場とかもやったりしますからね。<laughs> 北酒場の時は僕見ましたけど、いわゆるその代表的なこのコード進行の展開がこうあるんだけど、こういう展開はその東洋的な感じで、 とかこういう感じだと,そのちょっとインドっぽなるんだけど<ー>日本っぽいコード進行演歌とかで使われるコード進行はこれなんだっていうのを紹介してくれて確かにみたいな面白いみたいなあじゃあそのコード進行に乗っとるとそれっぽくまあベース曲の展開がねなるってなりますみたいな話だったりとかぜひ、はいね、音楽に興味があることは見てほしいんですけど、うん、最近その音楽でつながりで言うとはい、はい 5月の上旬ぐらいに、エイブルトンライブっていうソフトウェアがあって、それ、まあ、曲を作る。はいはい。まあ、クリスさんもなんか、あの、スイッチ、ニイスイッチの曲作っるコルグの、はい、買いました、PC 版も買ったりとか、はい、買いました、買いました。あんな感じで、まあ、ああいうソフトウェアって、まあ別にいろんなメーカーが作って出してるんで,で、このポッドキャストを収録してるのは、えっと、スタジオワンっていうソフト。はい で、それとは違って、またエイブ e t o n l っていう、ライブっていうソフトウェアのワークショップがあったんですね。街で音を録音して、その録音した音を再構成して音楽を作ろうっていうワークショップがあって、それに出たんですよ。面白そうだなと思って。ほうほうで、そのエイブル t それでエイブ e ライブを触って、まあ、面白いなと思って、まあまあまあ、お値段のするソフトなんで、その使用期間が今1ヶ月の、 そのワークショップから使用を開始ってしたんで、まあ、そこからまだいかに立ってないです。で、こう、使えるんで。はいはいはい。使える時にいろいろやってみようって。これ <laughs> 面白い、自分にとって面白いものなのかなと思って。で、今やってるんですけども、結構、あの曲、曲というか、使い方をい、2日に1フレーズ、1ループみたいなのずっとこう、コツコツ作ってるみたいな感じで、えー、今のところ進んできて。 やってるって感じですね。すその、ソフトウェアの使い方っていうのは分かってたんですよ。はいはい。まあ、もともとね、コンピューターの業界にいるので、まあ、こういうふうな UI、インターフェ、あの、見た目だったらこうなるだろうなっていうのも分かるし、はいはい、でまあ、その、それまでにも YouTube のチュートリアとかもちょこちょこと見てたりとか、その、有名な人が作曲するのに同じようなソフトを使ってる様子を見たりとかもしてたんで、なんとなく、あの、ソフトウェアの構成とか、えー、どういうふうにしたら音が出るかぐらいは、 分かってきたし、自分でもそれは使えるようになったんですけども、その、まあ、例えばお絵かきソフトとも一緒で、ソフトウェアの使い方が分かったからといって、別にいい曲が作れたりとか、納得するものが作れたりとか、はいはい、っていうわけじゃない,いな、ね。わけじゃないですよね。だそ,そうですね,ね。なんで、えっと、ようやくそのスタートラインに立ったみたいな感じですね。で、まあ、自分で作って、で、まあ、ある程度こう、あ、 なんとなく曲っぽくなったと思って、で、その後他の曲とか、普通にまあ、一般に流通しているプロが作った曲とか聞くと、めっちゃいいんですよ。<laughs> 差がすごすぎて <laughs>。逆に言うと自分の曲がしょぼすぎて、はいはいもうなんか、ちょっとした曲とかを聞いても、よくできてんなーすげえなーみたいな気持ちになれこ作り手になるの楽しさの一つ、まあ、そういうとこもあって、もう音楽の見方が、 やっぱりこう、作る側の方向から見ると、ねうん、とかやっぱ同じソフトウェアを使ってるミュージシャンとかの動画とか、そのライブ、ライブは、その実際にそのエブドのライブっていう、ライブっていうぐらいなんで、ライブ演奏でも使えるようなソフトウェアなんですよ。なる,なるほど、なるほど。なんで実際にそのライブ演奏でいろんなそのパラメータをいじりながら曲を作る、あ、演奏楽器のように演奏するみたいなパフォーマンスができて、それをやってる人とかを見ると、すげえなと。<laughs> センスの塊だな、みたいな。塊ですか。うん、いや、やっぱね、その、うん。あまあ、自分、その道具の使い方が分かれば分かるほど、そう。無力感というか、そうそう。なんかね、そのキャンパスの前に何も書けない,いな。けない、そうそう。<笑><笑>ね。そうなんですよ。だから最近は、例えば YouTube とかでさらっと音楽聴いたりとか、 ちょっと聞こえてきても、自分でちょっとそれを、が作れないだろうかっていうのをやるみたいなことをちょこちょことしてて。あの、僕もあの、コル、結局コルゴのソフトウェアで、あの、やっているのは、僕の好きな音楽をそれで再現してみる。ああ。まあ、だからコピ,コピーバンドっていうからですよね。その、そううコピーとしたりとか、まあ、そのバン、ね、 バン,をしバンドのやつで打ち込みを、で、それを再現してみるっていうのをちょっとやってみたけど、結構大変なんですよね。ねうん、音を探していったりとか。で、実際聴き比べてみると、しょぼかったりするんで,んであれと思って、ねうん、そうそう。だから音階が、例えば、とかコード進行がね、綺麗に一緒だからといっても、はい、やっぱり違うじゃないですか。違う,違う。その音の音色だったりとか、まあその最終的なマスタリングっていうのは、どの音をどういう強くするか弱くするかとかっていうところも含めて、まあいろんなプロフェッショナルが関わって <laughs>、 なんかやってるんだなと思うと、<ー>すげえなっていう。<laughs> でもね、山、ま、オ、あ、さん一応成果はちょっとずつ出てるんでしょその音楽。うん、なん、なんとなく曲としての新、形みたいなのをおぼろげにできてますけどもおっさん FM の、その、ね、最初のイントロとか、もうそろそろもう30何回やってきて、<ー>で僕は適当に作ったやつ使ってるんで、とか。まあ、そうですね。今でもうちょっと。はい。もうなんかもう自由にやっていきましょう、はい、そこ。僕もちょっとじゃあ、あの、買って、 あんまり使い込んでないソフトを立ち上げて、ちょっと頑張りますちょっと。<laughs> ただね、問題としては、使用期間もうすぐ終わっちゃうんで。<laughs> 今見ると、値段が、イントロが1万2000円ぐらい、うん。スタンダードが急に上がって5万円。そう。で、スイートが9万円、うん。うそう。で、今は使用期間中はスイートが使えてるんで。スイート使えるんですか、うん、だから、なるほどね<の>。音源とかエフェクトの数が違うんですよね。は,は,はいはい。今使ってるエフェクトとかはスイートで使えるやつとかも入ってるから、 なるほど。うん、9万かって。ギターって考えても、まあまあいいギター買える値段だよな、みたいな。買えますよね。ねまあまあ,あ、そこそこのやつ買えますから。うん、9万。ただね、これまあ、ちょっとライセンス細かく読んでないので、いいかぶとかわかんないんですけども、なんかライセンストランスパーっていうのができるらしくて、人にライセンスを譲渡できるんですよ。なんで、普通にそのヤフオクとか、メルカリで、あの、買えるんですかやり取りをしてる。 ですね。いるのま、ちょ、ちょっと、細かく読んでないんで、それが何のためのもので、実際その個人売面が許されてるかどうかはちょっとわかんないんで、それは、あの、あ<ー>もし。ああ、なるほど、なるほど。まあ、よく見なきゃいけないです、ね。えー、よく見なきゃいけないんですけども、ね、うんもし、それが許されてるようなライセンスであれば、例えば9万なのものが、ね、まあ、安く、まあ、別にソフトウェアって使ったからって言ってなんか古くなるもんじゃないので、確かにたぶんね、まあ、ちょっとそれを差し引いて、7万、8万で売ったとしても、 まあ一万円で使えるって考えることもできるのかなと思って、あ<ー>まあちょっとその辺はまあ、あのー、パソコンを買い替えたときに移行するためのものとかって。それなのかな。あるで。でもや、メールアドレス、あとまあまあメールアドレス変わった場合だけか。<laughs> とか。まあそうですよね。個人売買が横行しちゃうとまあ問題ですもんね。あのー、でも最近ですよくできてるから、要はその、 移行トランスファーした場合は、もともとインストールされてたやつは使えなくなるな。あ、そうですね。そうそう,そう。もちろんそうんまあ、それだったら別にその、なんでしょうね、うん。そうか、まあ、別に中古発売元は別にそんなにって感じか。中古ソフトと一緒、といえば一緒みたいな感じではあるけど、うんうん、まあ、わかんないですね。まあ、ちょっとちょ、そう、じゃあ、もうちまあ、買う前に、ちょっとその辺も読んでみて、まあ、きちんとした携帯でやり取りできるんであれば、その、買ってみようかな。その楽器を買うのと一緒じゃないですか。中古で、はい、販売できるから、まあ、こういうものを買う、買おうかなっていうふうな、 気持ちにもなれるかなっって思ったりほどね。うん。いや、僕もちょっと音楽作るぞっつって張り切ってやったけど、なかなか作ってないから頑張るんだけどな、<laughs> 趣味が多すぎるってね <laughs>、はい。でも最近なんか多いですね、こういう音楽を作りたいとか作ってる人って、なんかやっぱその環境が増えてるか,かもしれませんけどね。うん あと、スマホのアプリとかで、とか、iPad、タブレットのアプリとかでもやっぱり結構性能のいいのがどんどんできてきてるんで、うん、それで楽しんでる人たちも結構いますね。あの、音楽、といえば、ですけど、最近あの、AirPods を買いまして。あ、イヤホン ?AirPods、エアポッはあの、うどんって言われて、うん、れ通称うどんって、耳から,耳からこう,うどんが出てますよ、みたいなあ。あ <laughs> よく言われてますけど、アップルが出してるやつを買ったんですよ。なんかもともと古い iPhone を、あのー、なんて言うんですかね、ギブ、ギブバックって言うんですか、うん、あの、アップルさんに持ってったら、えー、Apple ポイントみたいな Apple のギフトカードにこう交換してくれるんですよね。うん、で、割とその最近 iPhone XS が出た時に買い替えた時に、まあ、割とその、もともとの iPhone が割と新しかったんで、結構な金額が、 エアポートが買えるぐらいの金額になって、うんで、そのままそのポイントを使って買ったっていう感じ、うん、おいいですね。もともとエクスペリアイヤーデュオっていう、なんか前、お財布へ向かそう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 あの、ソニーが出してる、ブルートゥースイヤホンあの使ってて、それすごい快適だったんですけど、2回壊れたんですよ、うん、同じ場所が。なんかあの、えー、充電ケースにこうはめるときに、 マグネットでこうカチャッってなるんですけど、その部分がなんか剥がれちゃって、耳の油がずっとついたからかもしれないですけど、<laughs> いやいやそ,そんなん剥がれないでしょ,いやょっずっと何回も使っていると、あ<ー>そうなっちゃうのかなみたいな。<ー>で、一回は修理、あの、出した無償で交換してくれて新品になったんだけど、うん、で、二回目、多分もう一回出したら修理してくれるんですけど、その修理出したら間代わりがなくなっちゃうし、 あなあ。なと思って。まあね、2回も続くと、それはそれでちょっとなぁま,、ね、まあ、趣味には出すつもりは、ではいいんですけど、うん、ちょうどそれでまあ、ポイントも残ってて、うん、あのー、iPad を買うにはまだ全然足りなかったし、iPad を買ってもなと思ってたんで、うんうん、じゃあ AirPods 買ってみるかと思って買ったんですよ。これ体験がめっちゃいいっすね。<お>あのー、うん、体験がいいっていうのは、あのー、まあ、最近の Apple の製品そうですけど、ずっとあのー、 買うじゃないですか。アップルそばで買って、うん、その場で封を開けてもらって、うん、パカって開くケースに2個こうイヤホンが入ってるんですけど、うん、iPhone のそば、あの、接続どうや,ってやるんですかって聞いたら、Bluetooth がオンになってたら、もう近くで開けるだけですって言うんですよ。確かにパカって開けたら、その iPhone の画面に、シュッてなんかその、AirPods の画像が出てきて。<ー>でもそれでも接続完了なんですよ。これで接続しますかって入ってやったら、ピッて繋がるんです 以降はもうその蓋を開くだけで勝手に繋がってくれて、耳にセットするだけでボーンって接続してくれると。で、このシームレスな体験がすげえなんか。なるほど。やっぱこのハードウェアとソフトウェアを一個の会社が作るっていうことの。確かに。それはありますね。体験の良さっていうのが。これはあの、別のメーカーのやつだと、いちいちあの、Bluetooth のところあの立ち上げて、接続とかやったりとかしなきゃいけないのが、簡単にできるっていうのは、これすごいなと思って。 簡単、えー、簡単だなと思いました。うん。だ結構いいですよ。エアポッツ。なんかちょこちょこレビューは見て。うん。やっぱりその、シームレスな体験。だからその、まあ、不思議なもんで、ブルートゥースがシームレスにつながることがいいみたいな、<laughs> 評判が良くて、<laughs> なんですかね、その、突っ込みたくなりますけども。<laughs> わかりますか、うん、言いたいことはわかりますよ。うん、そこなのかそこなのかみたいな。うん。うん。けど、まあ、やっぱり、 各社そこがやっぱりうまくできてなかったところを、まあそのね、アンストップでできてるから、うん、そうなん感動的なまでに、こう、うん、体験がいいっていうことなんでしょうね。まあ、お音は音はね、音はあんまり期待してなかったんですけど、うん、割といいです。<っ>結構あの、中低音、中低音、あの低音が割とくっきりはっきり聞こえるタイプの、うん、はい。シャカシャあんまりシャカシャカしないですね。はい。結構いい感じの音だと僕は思いました。 あの、で、耳につけてでも僕は疲れないですし、あのー、再生時間も結構ね、あのー、長いし、あとあれなんですよ。あの <laughs>、これも本当最近たまたまなんですけど、エアポッドを買う、えー、前の前の週かな。あの、ノベルティで、企業ノベルティであの、置くだけで充電できるやつ。あはいはいはい。なんていうんですか、<laughs> あの、ちょっと言葉が出てこなくても完全におっさん感ありますけど。はいうん 置くだけであの、刺さなくても充電できる充電器の方をもらいまして、iPhone 置いてたら、iPhone 充電できるじゃん,うん、うん、みたいな。って言ったら、こういうの、エアポッドもそもケースで充電するんですけど、そのケース自体を充電するのも、その間いけるんですよ。あじゃあ、そのケースを上に置いとけば OK、はい、OK。<ー>でまあ、基本的に耳に使ってる間は、そのケースをそこに置いといて、ケースは何回か、の耳のやつが何回か充電できるようになってるんで、はい。あ<ー> 充電の時にいちいちこう耳のやつ刺さなくてもいいとか、そこにしまえば、はい、勝手に充電されるって。いうそういうなんか設計がいいですよ。よくできてるなと思いましたねは、うん。ただまあ、落としやすそうと思いました。なんかあれですよね。メルカリでよく出てますね。<laughs> 片方だけ。片方だけよく出てるし、なんか東京の人は渋谷を歩くとよく落ちてるって。あの片方だけ。<laughs> そんな。 うん、野生のアイポッド <laughs> 野生のエアポッドが、あの、ありましたじゃないけど、確かにあの、ケースから取り出すときに、これ、ツルツルしてるから、あの、ポロって落として、あの、なんかあの、網とかに入っていったら、もう取れないなと思うんですけど。それ怖いな、うん。だからちょっと、取り出すときは結構ね、慎重にやってますけど、でもすごくね、体験がいいですね。<laughs> 音楽、あの、使うのが楽しみに、<laughs> はい、今なってますね<お>。う <ん S 2> そういうのいいな、そういうプロダクト。 ね。いや、もっと早く買えばよかったと思う <laughs> う。うどんうどんつってちょっと小馬鹿にしててごめんなさいって <laughs> ちょっと思いました。はい。はい。っていうあたりでしょうか。はい。今週もレビューや感想とお待ちしておりますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。いますはい。では、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。